こんにちは。私はビームスジャパンのバイヤーをしております太田ゆりと申します。よろしくお願いします。ビームスジャパンはこう日本のあらゆる魅力をものだったりことを通して世界中に発信するお店でありプロジェクトです。私はバイヤーという仕事柄実は毎週のように日本中をこう巡って買い付け仕入れをしてたんですけど、今このような状況なのでちょっとこんなに久しぶりに家にいるっていう時間を過ごしてます。私が紹介するのは、ビームスジャパンなのでビームスジャパンらしく県東京都とか大阪府とかを切り口に今まで仕入れたものとか企画とかちょっとしたエピソードとかなどなどですかね、お話ししていこうかなと思ってます。その何て言うんですかね、紹介するものを通してこうその場所だったりその地域の魅力を伝えられたらいいなと思っているので、よろしければ最後までお付き合いください。お願いします。こちらは日本地図です。この仕事をよくするようになって、なんかこう大きな地図が欲しくなったんですよね。それでAmazonで結構いいのかどうなのかわかんないですけど、ツヤツヤした紙の詳細が書いてある大きな日本地図を買いました。ここ東京です。で、今日私がご紹介するところはちょっとブレちゃうので見づらいかな、こちらです。滋賀県です。真ん中にこの琵琶湖がやっぱり存在感ありますよね。で、ここのよいしょ、大津、私ここすごく好きな町なんですけど、昔の街道があった地域なのですごく古い町並みだったりとか、あとは琵琶湖に面してるのですごく穏やかな町というか、でかつこの京都ですよねにとても近い町で、なんかすごく惹かれてしまう町なんです。というわけで今日はこの滋賀県にある商品だったりストーリーをご紹介しようと思います。さて、今ここに映しているのが先ほどご紹介した滋賀県の大津にある神保真珠商店のパールのアクセサリーです。真珠と聞くと結構海のイメージ持たれる方多いんですけど、これは琵琶湖で作ってる淡水パールです。琵琶湖は昔から淡水パールの養殖行われてたんですけど、環境の変化とか水質汚染により貝が育たなくなってしまって一時は途絶えてしまった養殖なんですけど、今は改善されて琵琶湖で淡水パール育ってます。一つ一つこう味のある、なんて言うんでしょう、定まってないこの形がすごく綺麗で、唯一無二というか自分だけのパールというか、見ていて飽きないこの照りとかすごく綺麗なものですね。というわけでこの神保真珠商店のアクセサリーなんですけど、実は私自身初めて出張に同行して、で初めて自分の企画した商品を作ったのがここなんですよ。でその時に初めて作ったのがこのボタンブレスなんですけど、真珠ってもちろん母貝があって、その母貝が真珠を育てていくじゃないですか。でその貝殻自体を使ってこういうボタンだったりアクセサリーとかっていうのも一般的に作られていて、この神保真珠商店さんも作られてるんですけど、このボタンを使って何かこう真珠まで手は出せないけど、この真珠の魅力をその先につなげるために使
作っていきたいな、紹介していきたいなと思ってこのボタンを使ってアクセサリーを企画しました。でこの紐自体も実は大津で作られてる組紐を使ってます。あとはその時に作ったのはこの平べったい、見えるかな、この形をしてるピアスですね。このボタンカブって言われる名前ついてるんですけど、ちょっとこう平べったくて存在感のあるパールをこれはアクセサリーにしたいなと思って作って今も販売してます。あとは今ちょうどもう少ししたら入ってくると思うんですけど、このボタンブレスから発展したこういう実際にこうパールまでつけてもらったアクセサリー、もう少しこう真珠をなんていうんですかね、カジュアルにつけてもらいたいなっていうのもあって、また組紐を使ったこういうアクセサリーっていうのも新しく企画して作ってます。なんか自分自身がもう本当にこの真珠の魅力にこうなんていうんですかね、取りつかれてしまったというか、なので真珠ってこう親から子に受け継いだりとか、すごく長い間使っていただけるような、飽きのも来ないし、観光総裁に使ったりとか、それだけじゃなくて普段の生活に使ったりとか、もう非常に幅広く使えるアクセサリーだと思いますし、年齢も問わないし、だからやっぱりずっと持っていてこう一緒に年を重ねていきたいなと思いますし、その後まあ、自分の子供だったりまた孫だったりっていうのをどんどん受け継いでいって楽しんでもらいたいなっていうのはいつも考えてます。今回はなので神保真珠商店の琵琶湖真珠について、まあ簡単なエピソードとかご紹介させていただいたんですけど、まあ滋賀県はやっぱりまあ、まだまだたくさんあります。こういう大津絵とか、あとは信楽焼のたぬきとか、まだ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 もう本当に一つしか紹介してないのであれなんですけど、たくさんあるので、まあ追っていろいろまたお話できたらいいなと思っています。短い間でしたが最後まで見ていただいてありがとうございます。こんなちょっと難しい状況、不安な状況続くんですけど、なんか自分の持ってるものとか旅行行った時に買ったものとか、こう改めて手に取って、ああこの時あこんなことあったなとか、あの時あああんな美味しいもの食べたなとか思い出す、こう自分とこう向き合う時間にもなるかなと思って、私もそんな感じで過ごしてますので、どうか皆さん安全に楽しく元気に過ごしていただければと思いますので、どうもありがとうございました。